皆さんは山本健一という人物をご存知でしょうか。彼は三代目山口組の若頭を務めた男で、四代目山口組組長の最有力候補とされていた大物ヤクザです。また山本は山口組の中でも超がつくほどの武闘派として知られており、日本一の親分の下で日本一の子分になると誓い、山口組組長である田岡和夫に生涯を捧げました。今回は山本健一の生い立ちと彼の周りで起きた事件について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。山本健一は1925年3月川崎重工の技師長の長男として生まれました。出身地については兵庫県神戸市と広島県の2つの説があるようですが、少年時代は神戸で過ごしていたそうです。また彼はぐれたりすることなく、ごく一般的な少年として健やかに育ち、大阪電気学校を卒業しました。しかし戦時中に神戸大空襲により実家が焼失し、さらには家族の消息も不明になってしまいます。こうした境遇から山本は自暴自棄になり、そのままの流れで今の半グレのような存在であるグレン隊に所属しました。こうして裏社会に足を踏み入れた彼は神戸で暴れ回っていたそうです。そうした中、当時山口組の若頭を務めていた安原正夫と出会い、1951年に彼から杯を受けたことで26歳で山口組系安原会の組員となりました。それから1年後の1952年、芸能界での関わりも深かった三代目山口組組長の田岡和夫が、歌手の美空ひばりさんと同じく歌手で大物俳優でもある鶴田浩二さんの合同コンサートを企画します。しかし鶴田さんのマネージャーである金松さんからこの企画のオファーを不愛想に断られてしまいました。そこからしばらく経ち、鶴田さんが大阪で100万ドルショーという公演を行うことになったそうで、金松さんが山口組への挨拶に訪れます。しかし田岡が上納金を一切受け取らないことを心情にしていることを知らずに、5万円を渡そうとしてしまいました。そこで以前にオファーを断られたことにより、彼のことをよく思っていなかった田岡は激怒します。そして山口組幹部の梶原清春に鶴田さんの襲撃を指示したのです。これを受けた梶原は実行犯となる山口組系組員を呼び出し、この中に山本も含まれていました。そして1953年1月6日、山本を含む4名の組員は鶴田さんの宿泊先である大阪天王寺の旅館を襲撃します。ここで山本は鶴田さんを瓶やレンガなどを使って殴りつけ、犯行後は現場からすぐに逃走しました。一方、その場に残された鶴田さんは救急車で近くの病院に運ばれ、命は助かったものの、頭と手を11針縫う重傷を負いました。その後、山本は実行犯として警察に逮捕され、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けています。またこの襲撃事件によって芸能界では田岡和夫が機嫌を損ねるととんでもないことになるという話が広まり、山口組が芸能界での影響力を拡大するきっかけとなりました。こうして当時昭和のトップスターだった鶴田さんに関係する事件を起こしたことで、業界内でも広く知れ渡った山本は以降も武闘派として名を馳せていきます。そのような中、兵庫県神戸市には谷崎組という暴力団も本拠を構えており、この組織と山口組は神戸市兵庫区にある新開地の利権をめぐり対立することとなりました。そして1954年9月3日には2名の山口組組員と谷崎組で若頭を務める野沢治が神戸市内の雀荘で鉢合わせになり、その場で乱闘事件へと発展します。しかしこの時にいた山口組組員は2名だったのに対し、雀荘にいたほとんどの客が谷崎組の関係者でした。そのため山口組側がかなうはずもなく、彼らは激しい暴行を受け重傷を負ったのです。やがて通報を受けた警察が事件現場に駆けつけたことで、野沢を含む谷崎組の組員は逃走していきます。一方、山口組側は一人が逃げ出すことができたものの、もう一人は逃走することができず、その場で逮捕されてしまいました。その後、逃走に成功した山口組の組員は事務所へ向かい、騒動の一部始終を山本に報告します。こうして報告を受けた彼は激怒し、
すぐに配下の組員2名を連れて報復に動き出しました。その後、事件の発端となった谷崎組の若頭である野沢の自宅を襲撃し、ためらうことなく発砲したのです。これにより彼は一命を取り留めたものの重傷を負いました。この事件により再び逮捕された山本には裁判で懲役3年の実刑判決が下され、刑務所へと収監されます。そして1957年に出所した彼は山口組のために戦い、懲役に行った功績を組長である田岡に高く評価され、彼から直接杯を受けます。これにより山本は山口組の直参へと昇格し、田岡の秘書とボディーガードを務めることになりました。またこの時点で田岡のカリスマ性に惹かれていた彼は、日本一の親分の下で日本一の子分になると誓います。こうして田岡に生涯を捧げた山本の働きぶりは素晴らしく、高熱がある日も休まなかったようで、ボディーガードとして田岡のそばから離れませんでした。また当時は電話にリダイヤル機能がなかったため、通常であれば子分が親分の主要な連絡先をメモしていましたが、山本は田岡を待たせないために500件もの連絡先を暗記していたそうです。さらに彼が親しい人々と朝方まで麻雀を打つ際にも、眠ることなく部屋の隅で正座し続け、眠気に襲われた時には画鋲で自らの太ももを突き刺していました。このような行為は親分が絶対であるヤクザの世界でも稀であり、当然田岡は山本のことを可愛がっていました。そして1961年、山本が山口組の二次団体として自らの組織である山県組を設立します。また彼は田岡のみならず、妻である文子夫人にもとても可愛がられ、田岡が自宅を新築した際には旧田岡邸を譲り受けたそうで、そこを自宅兼山県組事務所にしていました。そのような中、翌年の1962年に夜桜銀次事件が発生します。これは警察から指名手配を受けていた山口組系1位組の組員である夜桜銀次こと平尾が、福岡市に拠点を置く山口組系伊豆組にかくまわれていた際、敵対組織の暗殺部隊によって射殺されたという事件です。また平尾を殺害した暗殺部隊はトリス組の組員でしたが、事件が起こった当時は平尾による鳥羽嵐の被害を受けていた大島一家や宮本組が疑われていました。実際には関与していないにもかかわらず、山口組からの圧力を受けた大島一家のもとには、近隣の暴力団である大野組や住吉一家が集まります。こうして大島一家を中心とする連合体と山口組の対立が明らかになったのです。その後山口組は抗争に備えて250名を超える組員を福岡に派遣しました。またこの時に現場で陣頭指揮を取ったのが山本です。しかしこうした山口組の動向を察知した福岡県警は、福岡に到着した山本を含む山口組の組員たちを凶器準備集合罪などの容疑で次々と逮捕していきました。これにより山本は長期にわたって拘留されてしまいます。一方夜桜銀次事件をめぐっては、結局事件発生前に真犯人であるトリス組の組員が逮捕されたことで、大島一家や宮本組の疑いが晴らされ、山口組との間で和解が成立したのです。これに伴い拘留されていた山本も釈放されました。そして翌年の1963年に彼は山口組の若頭補佐に昇進します。それから8年後の1971年、山口組のナンバー2で若頭を務める梶原清春が事故で亡くなってしまいました。これにより空席となった若頭の座をめぐって山口組最高幹部による投票が行われます。ここで山県組で組長を務める山本健一は、山広組で組長を務める山本博氏に2票対4票で敗れてしまいました。しかし山本博氏の優柔不断な性格を知る山本健一はこれに納得せず、組長である田岡に対し、彼が若頭になるのであれば自分は若頭補佐を降りると直訴します。これを受けた田岡は最高幹部の間で行われた投票の結果を無視し、以前から可愛がっていた山本健一を若頭に指名したのです。こうして誰もが若頭は山本博氏が就任すると思っていた最中、異例の事態となりました。
しかし、ヤクザ組織では、組長の決定が絶対であるため、田岡のこの指名により、山本健一は若頭に逆転就任することとなります。一方の山本博氏は、後に行われることとなる、四代目山口組組長の決定の際にも、同様の経緯で苦い思いをしており、この時期から山一構想の伏線はあったのかもしれません。そのような中、1975年に山口組系、佐々木組の組員が、松田組系、溝口組の賭場を荒らしたことをきっかけに、大阪を舞台にした大規模な構想である大阪戦争が勃発しました。この構想の中で山口組側が松田組系大日本正義団の会長である吉田義弘を暗殺します。これにより会長を失った大日本正義団の組員である鳴海清は復讐を誓い山口組のトップである田岡の襲撃を決意しました。こうして彼は田岡が頻繁に訪れるナイトクラブベラミに通い続け田岡の来店を探ります。そして1978年7月11日、ベラミでダンスショーが終わった直後、復讐の鬼と化した鳴海が突如姿を現し、田岡の首を狙って銃撃したのです。襲撃後の鳴海は現場からタクシーを5回も乗り換え、すぐさま逃走しています。一方の田岡は全治3ヶ月の重傷を負いながらも一命を取り留めていました。その後、この知らせを聞いた山本は怒り狂います。そして当時恐喝未遂で逮捕され公判中に持病が悪化したことで保釈されていた彼は躊躇することなく松田組に対する報復を指示したのです。その結果8月17日から10月24日にかけての約2ヶ月間で松田組の組員7名以上が山口組の手によって命を落としています。また田岡襲撃の実行犯である鳴海は9月17日に六甲山の山中で変わり果てた姿で発見されました。このようにして大阪戦争は一層激化しましたが、当然警察がこの状況を見過ごすはずがありません。結果として山口組に対する取り締まりが直ちに強化され、山口組内部では和解に向けて動きを見せる幹部も出てきました。しかし山本は松田組との手打ちさえも望まなかったようです。とはいえ、このまま抗争を続けるわけにもいかないため、彼は11月1日に報道関係者を招き、一方的に抗争の終結を宣言したのです。しかし、ここで異例の記者会見を開いたことで、警察当局からの怒りを買った山本は、大阪戦争後に、恐喝未遂や制限住居違反などの罪によって逮捕されました。その後に開かれた裁判では、彼に懲役3年6ヶ月の実刑判決が下されています。一方、山口組には新たな問題が発生していました。山本が刑務所に収監された後の1981年7月、三代目山口組組長の田岡が急性心不全で亡くなってしまったのです。これにより、組のナンバー2である若頭を務めていた山本が出所と同時に四代目山口組組長に就任すると誰もが思っていました。しかし、彼は出所前に持病である肝臓病が悪化し、1982年2月、田岡の後を追うように56歳の若さでこの世を去ってしまったのです。三代目山口組の若頭を務め、四代目山口組組長の最有力候補とされていた男、山本健一。日本一の親分の下で日本一の子分になると誓った彼は、田岡が亡くなった後も山口組組長に就任することはなく、日本一の子分としてその生涯に幕を下ろしました。今回は山本健一の生い立ちと彼の周りで起きた事件についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。